プリガン探してみようよ。暇があったらな。よっしゃ、絶対な。今のうちに少し休んだら、何かあったらすぐ声かけるから。悪いがそうさせてもらう。頼んだぜ。だじゃ。なぜグリフィスを追わないの？行こうよ、あいつのところへ。この女が大切なの？グリフィスよりも。グリフィスの残した痛みを感じていたいから大切なんじゃないの？グリフィスへの憎しみを忘れないように、この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。こうすればもっと深く深くグリフィスとつながる。やめろ！お前は望んでいる。大丈夫か、ガッツ。うなされてたみたいだけど。おめえに心配されちゃうな。相変わらず口は悪いな。まあ、いっか。街道はこの先だよ。行こう。
この辺りで野垂れ死んだ傭兵どもだろう。烙印に引かれて。キャスカを頼んだぜ。おお、安心してぶった切れ。来い。遊んでる暇はねえ。
気をつけて。気にすることないぞ。あれは悪霊どもが取り付いてやらせたことなんだからさ。本当にそう言い切れるのか。俺ではないと。さあさあ行こうな、ガッツ。成仏してくれよ。何をしている？おや？あなたは確か黒い剣士と一緒にいた。貴様、黒い剣士はどこだ？ガッツの兄ちゃんか？知らねえよ。こっちだって探してんだ。探してる？剣を教わる約束をしてんだよ。貴様、隠すとためにならないぞ。知らねえっつってんだろ、偉そうによ。おめえらこそなんでガッツの兄ちゃんのこと追いかけてんだよ。お前には関係ない。行くぞ。Yeah!
さあ、どうすっかな。お邪魔します。おい、あんた。おい。今のは。こっちのことは任せちょけ。治療とも違う。一体どうなってんだこの館は。来るな来るな来ない。やめて。もうこれ以上は。
様は。よう、久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ。ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツ、ベビー。死んじまったってか。あ、確かにな。あれから随分辛い旅を続けてるようだな。おめえ昔言ってたよな、自分で勝ち取る何かが欲しいってよ。あれがどうだ、見つかったのかよ、その何かってな。違う、俺はお前たちの鷹の段の恨みを恨む。恨むだって勘違いするな。それが大将のためとなればなおさらだ。確かに残酷な最後だった。ただあんな結末だったからこそ俺は信じたい。俺たちの生きた命に意味があったんだと。俺はグリフィスを恨んじゃいない。わかるか、おめえがまだ半端にあの世とこの世の間でズルズルと生き延びてる理由が。グリフィスにとっておめえの命がその程度の重さでしかないってこった。出なきゃおめえもこっち側にいるはずだからな。あのおめえが俺たちの恨みを晴らすだと。はあ、おこがましいってんだよ。俺たちは腐っても鷹だ、鷹の段だ。本大将に刃を向けられて黙っている兵士はいない。お前がグリフィスと戦うというのなら、よせ、やめろ。行くぜガッツ。どうなってんだ一体。
前の力、こんなものか。いつかこんな日が来ると思ってたぜ。そんなもんなんだよ、ガッツ。グリフスの足元にも及ばねえ。てめえのその苦しそうな面、拝みたかったぜ。てめえは俺たちの恨みを晴らすために戦ってるんじゃねえ。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はあ、綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え、来い。待ってよ、シールして。わっ。逃がさない。何が？さあな、何にしてもゾッとしねえだろ。クワバラクワバラ、行くぞ。うざってえ連中だぜ。そうですね、こういうしんみりしたのもいかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか、黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。この男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力を振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーデ様。
黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めて、まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。It's a human effigy.